カンペールは、スペインバレアレス諸島州インカに拠点を置く、靴製造企業。キャンパーとは、田舎のや、素朴なを意味する。左右非対称の靴、奇抜な彩色の靴などで知られている。カンペールブランドの靴は、世界中に流通しており、ホテルやレストラン業界にも進出している。マリオルカ島には靴や比較製品のメーカーが多数あり、インカには、ロトゥーセやヤンコなども、 拠点を置いている。17世紀から19世紀にかけてのマリオルカ島、インカ周辺では、ブドウの生産が盛んだったが、ブドウの木がブドウネアブラムシによって壊滅させられ、多くの住民が川な飯や比較製品などの仕事に転じた。1877年、靴職人だったアントニフルシャーは、近代的な工業生産方法を学ぶために、イングランドに渡った。アントニフルシャーは、 マリオルカジマに戻ると島民を雇い入れ革新的な機械を用いて靴の製造を行った。後にこの企業はアントニの息子のロレンソ・フルシャーの手に渡った。1975年、ロレンソ・フルシャーの息子であるロレンソ・フルシャーロセリョーが家業を引き継ぎ企業としてのカンペールを設立した。1981年にはスペイン本土のカタルーニャ州バルセロナに 初のカンペール直営店を開設した。1992年には国際化の道を歩み始め、まずはヨーロッパのイギリス・ロンドン、フランス・パリ、イタリア・ミラノに、やがてアジアの日本、台湾、台北に、さらにアメリカ合衆国、ニューヨークに直営店を開設。日本では2003年9月には日本の東京、表参道に公式ショップを開店させた。日本では 多くの百貨店に販売コーナーを設けている。2000年には、ロレンソ・フルシャーロセリョーの息子のミケル・フルシャーが経営に参画し、2011年に最高経営責任者となった。今日のカンペールは1000人以上の従業員を雇用している。2014年には、韓国、ソウルと香港に直営店を開設した。生産機能を有しないマーケティング型企業であり、 カンペール自体はデザインやマーケティングに特化し、製造は外部工場に委託している。世界各国からデザイナーを招いている。ホテル業界やレストラン業界にも進出しており、バルセロナやドイツベルリンにカーサカンペールという名称のホテルが存在する。ロトゥーセもカンペールと同じくフルシャーケが設立したブランドである。2006年と2007年には、 サッカー大会のコパデリレーのスポンサーとなった。2010年にはヨットレースの TP52 メッドカップのスポンサーとなった。2011から12シーズンにはヨットレースのボルボー,オーシャンレースのスポンサーとなった。2013年にはヨットレースのアメリカスカップのスポンサーとなった。ありがとうございます。